はい、こんにちは。ブラスト工房の佐藤です。今見ていただいているのが切り絵の原稿です。これ私ですね、日本線画協会というところの会員でもありまして、線画っていうのはね、要するに植木の剪定の線を描くんですけど、あと画ね、画用紙の画、中国でいうとこの切り絵のことを線画っていうらしいんですが、それを使って日本線画協会という協会ができています。そこで今切り絵を、会員になって切り絵の勉強をしながらいろいろ作品を作っています。なんでですね、こんなことをしているかというとですね、実はこの切り絵っていうのをよく見るのはね、こういう黒い紙をカットして絵を表現するみたいな感じですけど、つまりですね、よいしょ、ちょっと裏切りましょうか。こんな感じで細かく切ってるんですけど、これをそのままですね、サンドブラストの原稿にできるんですよ。そのことに気がついたもんですから、これは切り絵の勉強をしようなと思いまして、もう5年6年ぐらい前になるのかな、教室に通い出してからずっとやってまして、で、教室辞めてからね、線画協会というところの会員になりまして活動をしているところです。ということで、紙を切るという作業が切り絵の一番の作業なんですけど、普通はですね、なんていうかな、白い大きな模造紙とかコピー用紙とかにね、原稿を書いてそれを黒い紙に重ねて一緒に切っていくっていうやり方をされる方が多いんですけど、私の場合はですね、これトレーシングペーパーっていう半透明のね紙です。それに原稿を書いて黒い紙の上に重ねて切っています。なんでトレーシングペーパーを使うのかというとですね、実は私は、これ私のやり方なんですけど、大元の原稿が写真なんですね。これ自分で撮った風景の写真を拡大して、それの上にトレーシングペーパーを乗っけて、その撮った写真の絵をね、トレースして描いていくというやり方をしてまして、それで完成したのがトレーシングペーパーに、書かれた原稿というわけです。だから絵を描くのが得意な方はパーッと見ながらデッサン風にね、どんどん仕上げていっちゃうんですけど、でしょうけど、私その多分ね、これはもう先天的なもんだと思うんですけどね、このデッサンとかで輪郭をつかむとかいうのが非常に苦手なので、書くことは書けるんですけど、形をね、ちゃんとしないんですよ。この決定的な欠陥ですよね。なので、トレーシングペーパーで重ねて、透けて見えるもんですから、ここ上からなぞって書いていけば、全体のフォルムはね、狂ったりすることもないだろうということで、こんなやり方をしてます。で、あとですね、切り絵がサンドブラストの原稿になると話をしましたけど、それも そうなんですけど、この今カットしてますね。カットするっていうのもやっぱりサンドブラストの中でね、マスクをカットするっていう作業が絶対ありますので、共通して使えることになりますから、これもね、技術的にどんどん上達する要因にもなっていきますから、やっぱりカッターを使い慣れるっていうのは一番重要ですからね。それもあって切り絵にどんどんやっているわけなんですけど、これね、この作業なんですけど非常に地味でしょ、やってるとハマっちゃうんですよ。もう2時間経ったのみたいなことになっちゃうんで、気をつけながらやってます。ちなみに今切ってるのはですね、6月に東京の品川の大崎にある大美術館というところである、作品展、線画協会にね、そこに出展するやつです。それを今一生懸命切っております。こんなことでね、切り絵はサンドブラストとの共通項が結構ありますよという話でして、ぜひね、サンドブラストどんどんやってガラス彫刻とかね、やっていきたい人はこういう
切り絵の部分とかをね研究してみると結構面白いですよ。ただ絵が描けると綺麗にサンドブラストができるってわけではありませんので、よいしょ、そういうところも、まあサンドブラスガラスだからガラスチョップだからガラスだけっていうんじゃなくてね、いろんな分野にちょっと目を広げてみるのも一つ、作品とか商品を作るときのいい材料になると思いますので、ぜひいろんな分野にも目を向けていただければなと思うんです。とぐだぐだ言ってるうちにだんだん動画が長くなってきましたんで、今日はこの辺で失礼いたします。はい、いつもご覧いただきましてありがとうございます。切りながらで大変失礼ですが、またこれからもよろしくお願いします。1ミリ単位で切っていかなきゃいけないのがあって結構大変ですよね。でもなぜかこの単純作業にハマってしまう単細胞な私なのでした。